じゃあ皆さん黙祷をお願いします。じゃあ皆さんこんにちは。被爆者コミュニティセンターの第1回のグラウンドゼロコンサートにようこそお越しくださいました。私はここの事務局を井原さんと一緒にやってます、林田と申します。この度はですね、ここのコミュニティセンターは去年の9月にここに設置してきたんですけど、いろいろ被爆者手帳友の会ということで、会長の友川先生真ん中いらっしゃいますけど、を中心にですね、いろいろ平和活動をやってまいりましたけど、私たち9の日に平和公園の鐘をまず鳴らしてるんです。で、皆さんで会に集まって定例会をやって、お弁当でも食べて交流を広めてるんですけど、ちょっとそれだけじゃやっぱりもっとこう外向きに平和を発信したいなということで、今月からですね、9がつく日、19日には友田先生に、例えば放射線の基礎からとかですね、そういう勉強会を毎月開こうと思ってます。それから2の9の日にはですね、副会長の三田村静子さんという方が、被爆者ですけれども、原爆の紙芝居を20作品くらい作ってらっしゃいますので、それを紹介したりですね、皆さんと平和交流会をしようかなと思います。それから、今日第1回目で開きますこのコンサートですね、やっぱり音楽はやっぱり世界の共通語ということで、このグランドゼロのこの和室の奥はもう中心に立ってる現場、爆心地公園なんですけど、ここから音楽で平和を発信していければなということで、記念すべき第1回で、開催します。5月にですね、一度奥の和室でウクライナの平和を祈るコンサートのギタリスト、ベベドーズの3人でやりますけど、もうマスコミ全社来てですね、非常に好評だったんですけど、その余生を買ってですね、ベベドーズプラス今日はマスク、先生と、田上理香さんと、それからチェロに片田直孝さんをお呼びして豪華に お送りしようと思います。前置きはこれぐらいにしまして、まずはですね、今日は基本的に5曲お送りしようと思ってるんですけど、第1曲第2曲はですね、やっぱりここは浦上は浦上天主堂を中心にですね、この瓦礫になった惨状を思い起こしながら、アベマリアの曲を2曲弾きたいなと思ってます。まずはカッチーニのアベマリアという曲で、これは比較的新しい曲なんですけども、歌詞はですね、もうアベマリアアベマリアというだけの曲なんですけど、非常にメロディーが素晴らしくて、これを言います。で、カッチーニのアベマリアと言われてますけども、実際はウラジミール・プーチンじゃなくてウラジミール・ラバロフという方の作品じゃないかという説もあります。ではまずこのカッチーニのアベマリアから弾いてみたいと思います。
ではですね、2曲目は同じくアベマリアですけど、アベマリアというのはいろんな作曲家が全て書いてるぐらいの曲ですけど、ピアソラというアルゼンチンタンゴの、革命者といわれるピアソラもアベマリアを、作ってます。これをですね、弾いてみたいと思います。
ありがとうございました。次にお送りするのはですね、これは皆さんよくご存知だと思うんですけど、ピアソラがですね、まあ、アルゼンチンと言いましたけど、アルゼンチン単語の名曲と言われてます、ラ・クンパルシータを弾きます。よかったら拍手を、手拍子をお願いします。ちょっと早すぎて、ですね、まあ、ラテンが続きましたけど、最近一番有名なのはですね、さっき出てきましたピアソラのリベルタンゴという曲です。これはテレビでよくヨーヨーマという中国出身のアメリカギタリーのチェリスト、彼が弾いててすごく世界的に有名になったんですけど、私もこれを弾きたいと思ってチェロを始めたんですけど、もう挫折しています。今日はチェロの片田さんがいらっしゃいますので、リベルタンゴの、最高級の曲を お届けできると思います。ちょっとゆっくり弾きましょうかね。
誰でしましょうか。聞いたことある、あるでしょ、リベルタンです。で、もう早いもので最後の曲となります。命の歌という曲で、これはですね、2008年かな、NHK の連続テレビ小説のダンダンという、皆さんにプログラム配ってますけど、その裏に歌詞を書いてますので、非常にいい歌詞なんでですね、皆さんに歌ってもらおうと思いまして、歌詞をつけてきました。曲多分聞いたことあると思いますんで、ちょっとやってみますね。一緒にご唱和ください。Thank you.
ジンときますね。自分で言って。いや、この星にさよならをっていうところで、いつもグッときて泣きそうになるんですよ。これで終わりですけど、皆さんまだ来たりいないときっと思います。アンコールはですね、とっておきのアンコールを、あの片田さんに平和のやっぱりコンサートということで、パブロ・カザルスが、国連の、会議で、最後にあの鳥の歌という曲を歌いました。で、あのカタロニアの、カタロニアの、鳥はピースピースと言って鳴くと いわくつきの まあとりあえず。アニメーション映画なんですけどね、それと別に実写版、つまり役者が演技をして、映像になるっていう実写版っていうのがあります。その中で弾かれた曲の中にですね、一億の祈りっていう曲があります。これを弾きたいと思います。
上村直道さんでした。あの西高の私の先輩で、西高のギタークラブをそれまで同好会だったので、ギタークラブに昇格させていただ
貢献者私も今の曲初めて聴きます。あのアルハンブラの思い出に少し似てすごくメロディーがいいですね。これ以上弾くとボロが出ますんで、そろそろ終わると思うんです。なんか皆さんからですね、なんかあのご感想とかご要望とか、あの一応ですね、毎月このコンサートをやろうと思ってるんですけど、ちょっと。いや私たちだけじゃないです。あの参加者を募集してますんで、あのお知り合いの方とか私もやりたいとかいう方いらしたら、ぜひあのここまで、あの日にちは特に決めてません。あの9の日1、9の日2、9の日ってやってるから、まあ、月末かなと思ってるけど、今日は29日の翌日。よくよくです。まあなんかあのご都合いい時を相談して決めますんで、あのもうですね、今日来てくださってるゆうたろうくんかな、あ帰った、あの若者が来てくれてましたけど、私たちもやりたいということで、あの名乗りを上げてくれています。あと片田さんのセロ弾きの号手の朗読会みたいな、どなたかあの朗読できる方、ぜひ手を挙げてみて、西岡さんできそうやな、そういうね、あ、見つかった。セロ弾きの講師を、そうですね。そう。じゃあ最後にあの特別ゲストの増田さんと、あのピアソラのですね、非常に私も大好きな曲なんですけど、オブリビオンという曲を二重奏でいただきます。ここ来ます。はい、はい、はい。Thank you.
今ずっとあの田之上さんって方がずっとこれバンドネオンという楽器なんですけど、ちょっとこれ特殊な楽器なんでちょっと説明してもらいましょうかね、せっかくだと。なんかあのアコーディオンみたいですけど、アコーディオンはこっちがこうキーボードになっててこうするだけですよね。これ両方ボタンがついてってで、これも規則的に並んでないですよね。ドレミファじゃなくてどうやって弾いてるんだと思う、不思議なんですけど、それ以上いらっしゃってますか。あの長崎にはバンドネオン奏者は田之上さんと高木さんお二人だけだと。久しぶりに田之上様のバンドネオン聴いて心が癒されましたね。あのバンドネオンっていう楽器はですね、蛇腹楽器で、風、まあハーモニカの原理は一緒なんですけど、ハーモニカも、風によってリードがなるんですよね。で、した吹いた場合と吸った場合と音が違うじゃないですか。で、そうバンドネオンも、このそして、アコーディオンはですね、あの大体鍵盤でドレミファソラシドっていうのをきちっと美しく並んでるんですけど、バンドネオンはボタンです。あ、で今左がですね、今ドレミファソラシドでバラバラです。はい、で、そしたらですね、このしかも押した時の音が違います。まずド、一番低いド、はい、これ押すと、はい、あ、今からちょっと低いにしましょうか。押すとどんな音になるか、ま、じゃあ三択で、レミファ、はい、じゃあレだと思う人、押すと音が変わるんですよ。はい、じゃあちょっと我慢の皆さんのとこないんで押してください。はい、はい、何の音でしょうか。はい、パですね。はい、ということで、鍵盤がですね、ちょっといくつだっけ、両方で71です。それで左が38、左が31、あ、33で、71です。右がちょっと、ちょっとドレミまで、はい、ちょっとあんまり説明になってなかった。あ、そしたらですね、もともとはですね、ドイツで生まれた楽器です。それで最初はですね、パイプオルガンの経済版として作りましょうということで、まあ、ところがですね、なかなか実際には教会音楽に扱われずに、イタリアとかからの移民でアルゼンチンに皆さん行かれまして、最初芸能スタイルを作ったのが芸能スタイルですので、タンゴという音楽が生まれたわけですけど、最初はバンドネオンは使われませんでした。そのうちにバンドネオンが入るようになって欠かせないなって思います。ちょっと分かったですかね。だからアコーディオンとは違います。難しいということがよくわかります。さあ説明
明できない。だいたいあのバンドネオン奏者の有名な人だよ。ああ、日本では小松陽太、アルゼンチンの。ピアソロ、ピアソロすごいな。あの貴重な楽器ですので皆さん、そんな体験だと。あ、そうなんですか。はい。今利用された話を聞いてた。医療チェックの病院の先生ですか。あ、友永会長いらっしゃってからちょっと一言。一言。はい。何でもいいです。NPT 会議の。いやいや。こういうところでそういう話は終わったんですけど、やっぱりこういう音楽から技術をね、自分の頭の中に描いてですね。そして実際の核廃絶の運動にいいエネルギーを注いでいくということじゃないかなと思いますけどね。またあの何回もお願いすると思いますけど、どうぞ嫌だなとちょっと思われるかもしれないけど、付き合っていただいて、まずは1年やってみましょう。1年もつかどうかわからない。とりあえずやって。ありがとうございました。今日は本当に。では次回は片田さんと西岡さんの協力の講師で9月あとでまた連絡。今日はどうもありがとうございました。あ、それでですね、今友の会で入り口でいろんな本を売ってます。1冊100円で売ってます。で、1つだけ折鶴さんっていう、これは有名な漫画で書き続けた学者の戦後という、これだけは1500円、これは販売してますけど、それ以外は皆さん、このコンサートの内容に応じた金額を入れていただいて、本はもう全部持って帰っていただいて構いませんので、よろしくお願いします。あそこに折鶴も置いてますけど、あれはフリーの、で契約国会に折り鶴じゃない、折り鶴じゃない、あ、船あれも持っていってもらって、この辺のアンサンブルができるか、違う、僕ら妹とということで、ぜひ続けていきたいと思いますので、皆さんご支援をお願いします。今日はどうもありがとうございました。良かったですね。